はい、というわけで今回もちょっとやっていきましょうかね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあ前回と同じかどうかさらっとやってみますね。で、同じだったらまあ全編カットになっちゃうかな。はい、じゃあ戦います。エルワカンが襲われているようね。助けた方がいいかしら。はい、じゃあね、戦闘に関してはまた、全編カットでいきたいと思います。お、ちょっと使っちゃう。ただイージーじゃないから怖くて使えねえっすな。突撃だよ。これぞ我が栄光。お腹覚えた。でたらめや。眠れ。我に続け。花が咲きます。よしよしよし。まあ、まずはノーマルと。風が来てるね。転んでもただでは起きんぞ、ハウス様。新たな力で。人々を導こう。拍手してください。拍手を。それはともかく食事にしましょう。はい、第一の蛇登場。あとは太后、太后陛下がどうなってるかかな。やはり第一の蛇もセットというわけね。一歩遅かったみたいね。めちゃくちゃだわ。太后、太后陛下、陛下。カーン。陛下、しっかりしてください。カーン、帝国を頼むわ。お願いね。陛下、陛下。歪みが大きくなっていく。必ずや。傀儡を操る者たちを見つけ出し倒します。明魔の力が増している。タリア、大地の蛇をぶっ倒すぞ。はい、というわけで同じでしたね。なんだ、前回ねこっちから入ってきて一回これはやったんだけど、内容が変わっちゃう可能性があるのでやり直してるんですけど、やり直さなくてよかったかもしれないですね。じゃあここのスタビアンも仲間になるのかな。あ、なったね。私に任せなさい。はい、じゃあ金融詩人もついでに。いや、こんな話はご存知かな。ガサノの中に燃え盛る武器あり。ああ、もう取ったな。永遠の火に鍛えられその強さは比類にない。火山の中に燃え盛る武器あり、永遠の火に守られ決して奪われることなし。家業の武器は最強の武器。家業こそ五行の最強なるがゆえ。まあこの話本当かどうか確かめる方法はないのだけどね。私としては火山の中に武器があるなんて誰が確認したんだろうっていう、どうでもいい部分の方が気になってしまうのです。家業以外にも最強の武器があるんじゃないかしらね。最強なんてどうせはったりでしょうけどね。持ってまーす。カーンが持ってまーす。早速その、じゃあ鍵をの、あれあんたが持ってんだっけ。鍛えられないか。あ、そうか、スタビアンも魔法使い。いやー、もういらないなだからやっぱりあなたは洞窟の方が映えるな。こんなところで出てこられても。土の大精霊がどうして。ここで出てこられてもって感じだよね。
上上がり。よっしゃ、毒食ったね。あ、まあそっち行っちゃうか。そっか、そっち行っちゃうか。獲物を逃すな。ちょっともったいなかったかな。刺し殺す。毒で700ってすげえ力。追い詰めるぞ。これでも王女だからね。もう怒ったぞ。お、また毒打った。毒が何気に一番威力がでかいっていう。679。やばい、大地の波動とかなんか恐ろしい技やってくるな。先に倒すか。いや、これで終わり。あ、雑魚は残しておいても終わってくれるのね。強くなっちゃいましたね。もっとずっと先まで行きましょう。体力を維持するのだ。なんか覚えた。少しずつ思い出す、ね、デブリスフローを習得した。よし、これで終わりだ。アスワカへ向かおう。もうアスワカへ行こうって言ってるところを見るとクリアはできそうですね。もうただちょっとまた寄り道はしたいと思います。はい、というわけでこれでこの週は終わりなんですけど、確か帰れないんだよね。エディンポートの街は疫病が発生していて封鎖中だ。イルフィー海へ行けないぞって書いてあるので、今度はじゃあちょっとイルフィー海にまた戻りたいと思います。でこっちはね、何にもないので、じゃあちょっと一旦ぐるっと回るところはカット。はい、今ぐるっと回ってきたんですけど、別に何もイベントはないですね。ただこっちからはもう通れなくなったってだけですね。エディンポートの街は疫病が発生していて封鎖中っ
イルフィー界はいけないぞって言うんですけど、ぐるっと下から回ってる見るとイルフィー界にはいけるし、疫病の話は一切街の中ではありません。ただこっからこっちに行けないっていうイベントなだけですね。何なんでしょうこのイベントは。さあ次どこ行きますかね。おや、あ、タリアさんの地元にも大地の蛇って出てくるんだ。あら、あんなところに大地の蛇が。あ、そうなんだ。ここら辺でなんかイベントはある？なんもないんですね。出てきたことはもうスルーなんですね。まあ、じゃあちょっとこれもさらっと倒すか。ここら辺はもうカットでもいいかな、大地の蛇。さっき一回映してるからね。かまってもあげない。じゃあまあ同じメンバーでいきたいと思います。タイヤカット。土の大精霊がどうして。大地の波動、やっぱ全滅かな。うわ、一人だけ生きてた。何つう技を。ああ、2回やられて死んじゃうか。逃げ道を塞ぐ。ダメだった。ただ意外とお強い。そうか、この技を使ってこなかったから今まで簡単に勝てたのね。じゃあもうちょっと急いで倒すか。混乱もするんだ。これでも王女だからね。あ、これであの技を使わせないっていうのがいいかもね。バイバイ。お、毒で死んだ。意外と毒がすげえダメージだからな。やっぱなるべく毒斬りはやっていこう。さすがに舐めてかかると強いな。役に立つだろう。見直した。体力を維持するのだ。私に似合うかしら。海の狼を習得。よし、まあいいや、ここも大地の蛇がいたんで一応退治と。で次どこ行こっか。さあ、いよいよ終わりが近づいてまいりましたね。上か、ノルミ辺境集って何かあったっけ。ちょっと戻れなくなっちゃうから、ここでちょっとちらっと見てくるか。うん、ここにはいなさそうだね。
あ、でもなんか詩人さんがいた。昔々白髪で白ひげの皇帝がおりました。皇帝は蜂蜜が大好きで、白ひげは蜂蜜でいつもベタベタでした。皇帝は帝国全土から蜂蜜を集めましたが、ノルミ辺境州からは蜂蜜を送ってきませんでした。怒った皇帝はノルミ辺境州へ出かけていき、自分で蜂蜜を探し回りました。でも見つかるはずがありません。極寒のノルミ辺境州には蜂はおろか花さえも見つけることができなかったのです。それでも皇帝は諦めませんでした。流氷の向こうにまで蜂蜜を探しに行き、そして戻ってきませんでした。どういう話。やがて白ひげの皇帝によく似た真っ白なクマが流氷に乗ってノルミ辺境州に現れるようになりました。ノルム人たちは皇帝がクマに変わってしまったのだと憐れみ、蜂蜜を与えました。それ以来ノルミ辺境州では白クマに蜂蜜を与えるのだそうです。なるほど、そうね、ここの白クマは蜂蜜好きだよね。皇帝がクマに変わるって考えるなんて、ノルム人はそんなロマンチストじゃないでしょ。よう皇帝なんつって、これも結局やらなかったね。でもまあ別になんかイベントがあるわけでもないので、先行きまーす。あー、戦うのこれ。やー、迂回してこ。はい、取ってなかった。地震だぞ。またあれかしら。あ、そうだ、ここはあれ壊さなきゃいけないんだよね。これこれ、イムホキエルダム。そうだ、これを壊すイベントだ。あー、そうだそうだ、地区物がダムに取り付いているぞ。ダムを破壊しようとしているのかも。ダムが壊れたらあの町はひとたまりもないぜ。大丈夫なのだろうか。で、大地の蛇どこにいるの。まだ出てこない。出てきたりはしてないみたいですね。あ、そうだ、いたいた、この人。イレーヌ。すぐに部隊を編成して、ただしむやみに攻撃しないように。まったく大地の蛇はユラニウス家の担当でしょうに。お取り込み中のようですね。見ればわかるだろう、出てけ。うわー、ヒラクリオス家の当主イレーネ、騎士に勝る烈女だな。さあ詩人さん、この湖に住むカニ、もともとはテルミナ海に住んでいたそうなのです。卵を産むために川を登ってきて、産み終わるとテルミナ海へ戻っていく。ところがイムホキエール神が一夜にしてダムを築いたので、生まれたカニは海へ戻れなくなってしまったのです。カニはイムホキエール神に文句を言いました。そこでイムホキエール神は精霊に免じて、他のカニが湖のカニに求婚しに来るようにしたのです。精霊は精神の命令に忠実に従いました。そのせいで大量のカニがイムホキエールダムを目指すようになったのです。まあこの話本当かどうか確かめる方法はないのだけどね。大量のカニって精霊を狙ってやってるわよね。精神への当てつけだわ。本当ね。さっから会話。ダムが壊れたら大変よ。避難した方がいいわ。あのダムは建築神イムホキエルが自ら築かれたものだ。そう簡単に壊れたりしない。聞く耳持たずだな。どうする。土くぐつを追い払うしかないわね。それに大地の蛇も。なんか作れるぞ、ここは。
まあでも結局ドロイワーといいし大量に必要ですね。叫びの音も必要ですね。イラクリオス兵。おい、妙なことするなよ。刺激して大暴れされては困るのだ。ずいぶん臆病な兵士だな。イラクリオス家は防戦戦術を第一に考えている。さらに貴様の安い挑発に乗るような意識の低い兵士は一人もおらんのだ。あなたの負けよかん。ダムは大丈夫か。ハード。こっちは、あ、こっちもハード。よし、じゃあまずここの土くぐつ倒して今日はおしまいにしようかな。こんなに強くないでしょ。イノシシとかだしね。水属性か。こんなこともあり？僕でいいの？クルイザキ。これでいいね。時代の流れなんだ。やばい。気持ちいい。着物がきつくなるわ。これで大丈夫だ。うわ、また湧いてきたぞ。大地の蛇を倒さないとダメみたいね。大地の蛇はどこにいるんだ。ダムは大丈夫か。あ、いた。さすがに人動画で3回も大地の蛇と戦うのは嫌だからね。よし、じゃあ今回はここにまでにして、次回大地の蛇からスタート。そして、イムホキエルダムの倒壊までやりたいと思います。もう壊すの前提で話し合ってるけど。じゃあ今回はここまでにします。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし、壊すぞ。ダムを壊すぞ。